よーみんな、俺の名前はクックドゥ。よーく覚えておくんだな。こういう料理系企画の時に出そうかなって今考えました。というわけで今回は真面目にタコスを作っていきます。本日はまあ大体10人分ぐらいがまあまあお腹いっぱいになるんじゃないかっていうタコスをの量の計算です。でまずは、生地作りなので、薄力粉と強力粉を260g ずつ入れて、塩を小さじ2、そして油を入れていきます。油は何でもいいです、サラダでも。それを 150g ぶち込んでいきます。その後にミネラルウォーターを、240ml かな、入れて混ぜ混ぜしていきます。こういうヘラがねやっぱ役立つんですよ。分目の力使ってね、じゃあ素手でやるなんてその考えらんないですよ。でもまあちょっとねくっついちゃったな。いやちょっと混ぜにくいな、どうしよう。まあ手をね、一番楽なのは手なんですよね。結局手でずっとピザをこねるように、うどんをこねるようにね、泥団子をこねるように、ね、ずっとこねていきます。このこねるの結構気持ちいいですね。なんか無心になれるというかね、悟りを開きそうになります。はい、結構あんまりねパサつかなくて結構良かったな。もみもみそしたらして、で拳でね刺激を与えていきます。である程度まとまったら打ち粉をしてあげて、40分ぐらいかな、40分ぐらい、ラップをして放っておきます。ちょっと昼寝してもらいましょうかね。
クラスになる道もあった。